してもらった絵本。でもいつの間にか大人になってその気持ちは忘れてしまったことでしょう。今日はジオレ特典会が見ても聞いても楽しめるお日様の話をお届けします。それでは皆さん、こんばんは。着席あ、違うかということで、千葉のよさこいチームチオレ特典会です。こんな素敵なステージで演舞させていただけることを光栄です。今年1年、最後の踊りになりますお祭りではですね、最後の踊りになりますので精一杯演舞させていただきたいと思います。それでは参ります。夢の国だけじゃなくて大きな海があるんだ。千葉の海はね、この国で一番初めにお日様が昇るんだよ。わあ、本当見てみたい。そうだね、これだ。千葉のよさこい、千葉の北天下でした。どうもありがとうございました。